ジョー・エコミザの男性やっぱり言えない話、ボリューム三十九。はいはい参りましょう、えー。よろしくお願いいたします。えー、今回もになります、えー。福島第一原発構内取材のパート三とと、はい、いうことになりますけれども、ジョーさんの落書きが見えないということで。ああ、はい、頑張って前に出していこう。これです。これです。<お>でも字が汚いのがバレちゃうかな。まあいいや。いや大丈夫っすよ。大丈夫ですか。あちなみにあのずっとこのお絵描き帳っていうのを使っておりますんで。はい。 <laughs> それはいいでしょ <laughs> それいる。そそれれいいいいいいるる今の推ししははでょ <laughs> えさて今日もじゃあお付き合いいただければなと思いますけどもえレポートボリューム3どっかに行ってしまいましたけどえっとですね前回は汚染水の話をさせていただきましたで今回なんですけどその入った中でえっとまあ改めて分かった今回はですねこのはいノーアイディアその1っていうやつでございまして。 えー、あの福島第一原発が更地にするまでの期間が全くノーアイディアというお話をさせていただきたいなと思っております。でこれ後で前に出してあ一回じゃあデーブさん見せてもらった方がいいですかね。はいこれなんですけども、えー、その廃炉までのですね今ずっとこう工程表というのが出ております。まあ、11年の3月11日に、えーまあ、事故が起きててそしてですね、まあ、廃炉は2000 まあ50年頃というふうに言われているんですで、まあ、このですねずっと廃炉、えー、の工程表、まあ、中期、えー、ロードマップっていうのがあるんですけど実はこれもですね今回で5回目の改定を迎えておりますっていうのはどんどん時期が後ろにずれていってますあの早くなりますよって話は1回もしておりません、はいうん、で特に今回ずれたのなんですけども、えーとまあ、デブリもそうなんですがここの上にですね使用済みの燃料棒が残っておりまして これの取り出しですね、まあ、3号機が始、ま、取り出しは始まっているんですけどもこの取り出しに関して1号機2号機の取り出しが、えー、現行2023年と言われていたのが最大5年ほど遅れると言われています 2023, 20 2023年から最大5年ですから取り出しが2028年頃まで遅れるというふうに言われています。でまあ ここはまあ,ある意味、ね、その天王山ではないんですけども問題はじゃあデブリの取り出しですねその溶けた燃料棒なんですがこれの取り出しがまあ来年2021年には取り出しが開始されるというふうには言われているんです。でこれが果たして予定通り行くのかどうかというのをちょっと検証してみたいと思うんですけど、はい、こちらデブリの取り出しなんですが。 順番としては2号機1号機3号機の順番でやるというふうに言われています。で、えー、こちらもう一回見ていただきたいんですが現状はですね、まあ、2号機が一番進んでおりましてこの、えー、格納容器のところにですね、まあ、横から管を入れてロボットみたいなものを入れてですね、えー、このロボットが2号機に関してのみなんですけどデブリに去年触ることができたというのが、まあ、現状一番の成果というふうに言われております。で ちょっと僕そこでね考えてみたんですけども実はこのロボットを入れる作業なんですがこれバーンとまとめてありますえ後でゆっくりえこれよかったら静止画にして見ていただければなと思うんですけども当初このロボットを入れだした時に放射線の線量が高くてまあそもそもあの中なんですけど高すぎて人は入れませんなのでロボットで取り出そうという話なんです。で最初ロボットを入れた時に線量が高すぎてロボットがすぐ壊れちゃっったんですもう機械がダメになっちゃったんです。 でその後はすぐ壊れないロボットを作って今度は入れたんですけども線量が高すぎて無線が効かなくなっちゃったんですなんでどうやらロボットは壊れていないんだけど無線が全然電波が通じなくてロボットが動かなくなる。て前にも、えー、後ろにも進まなくなっちゃったじゃあ無線じゃダメだってことになって今度は有線のロボットにしたんですところがこの中なんですけども爆発の中でこれ中ぐちゃぐちゃなんですね でぐちゃぐちゃになっていて有線で今度はロボットを動かしたところですね原子炉内ぐちゃぐちゃすぎて線が絡まってしまって今度は線がが絡ままっっってロボットが進ななくなっちゃったんですです実はその原子炉の中というのは今のところその取り出すために試しで入れているロボットの死体の山じゃないかと。 いいう,うに言われていますこれ今回の取材で僕東電に話を聞き忘れたんですけどあの次の取材のチャンスにどれぐらいのロボットがあの中に死、えー、体として残っているのか、まあ、壊れたロボットがあるのか聞いてみたいなと思うんですがで実はこれ偶然なんですがそのですね、あのー、取り出すロボットの技術提供を申し出た会社の人に会うことができたんです。 そしたらです、ね、まあその技術提供こうやったらうまくデブリまでいけるんじゃないかという技術提供を申し出た会社の人にたまたま会っ,って話を聞いたらすぐにですねうそうですでつまりこれその技術者の人、まあ、詳しい技術のことはちょっと言わないでくれって言われたんですけどやっぱりよっぽどですね取り出しの技術に東電側は困っていると、えー、言っていいんじゃないかと言ってました。だから2021年に デブリを取り出すとは言っているもののこの本当にロボットのどうやったら有線でもなく無線でしかもそのものすごい高い放射能の中行って帰ってこれるロボットというのはおそらくまだ技術的にこれ目処が立ってないと言っていいんだと思います。じゃなければその技術を提供この技術どうですかって提供した人にすぐに東電のトップが会うなんていうことはないはずなんでこれ相当ですね技術的に 困った状態にあるんじゃないかなというふうに考えていいんじゃないかなと思うんですがデブさんどう思いますまあそううでしょうね、うん、まあだから前々から言っているように、うん、東京電力で起きた事故なんですけどうん、うん、もう世界規模にやばい事故じゃないですか、うん、だから全世界からやっぱり人たちもうスペシャリストを集めて対処法 だからさっき言ったようにさロボット技術を持ってる人がすぐトップに入るっていうことさはい、はい、まあ当たり前というかさ、うん、もうとっととやってるわよみたいな、うん、そんなことをさ、うん、今さら東京電力って何エネルギーあの電気を作る会社でさ、うん、こういうスペシャリストスペシャルな会社じゃないじゃないですかロボット技術とかさだからそういう人たちはやっぱり最初から呼べよって感じですよねいやこれだからデブさんがおっしゃった通りで今東電のトップって誰がいるかっていうとまああの やっぱそのブレーンにはね経済産業省のトップなんですよだからそういう面ではエネルギーのことは詳しいかもしれないけどロボット技術とかに詳しい人たちがブレーンにいるわけではないのでそういう面では原発そのものの仕組みとかはよくわかっている人が確かに今も東電のトップにいますただそのロボットの開発になってくるとやっぱもっと違う科学技術の話なんでそういう人たちをブレーンに入れていかないと この2021年の取り出し、これまた多分おそらく来年頃にさっき言った中期ロードマップ見直しで取り出しそのものが遅れますという話にはなりかねないんですよね。ただ、今のところなんですが東電はねそれでいても最終的な廃炉は30年から40年後まあ事故が起きてから30年から40年後ですから詰まるところ2050年頃には最終的な廃炉はできると言ってるんですね。その理由は おかしいなと思うんですよだっていろんな工程がずれてるんだから廃炉も遅くなるんじゃないですかって聞いたんですけども、えー、東電さんいわくこの間の取材の時は、まあ、そもそも使用済み燃料棒の取り出しは3号機で始まっているのでそこに関しては順調に始まっていると。とはいえね今まで取り出したのなんて使用済み燃料棒なんてたった35本ですよ。まだ残り14 1400本も残ってるんですよ。 これだってまた取り出しは始まったけど取り出し終わるまでの工程はか変,変,変わる可能性がありますよね。それから今言った通りデブリのアクセスは確かに2号機で始まったけども今言った通り決定的な えー、無線で、えー、ちゃんとたどり着いて戻ってこれるロボットの開発にはまだまだ時間がかかりそうだししかもですね3号機は、えー、冷やす水が6メー,ターぐらい水が溜まっているんで、えー、今度はさ,がさらにですねその中で水中も、えー、ちゃんと動けるというさら、まあ、なる技術を加えなきゃいけないのでこれは。 完全な廃炉本当に30年40年年でいけるのかななと思わなくもないんですですもう一個僕は今回の取材で東電と話をしてちょっと揉めたことがあるんですけどこの一番上に書いてありますそもそもなんですけど東電僕最初の記憶だとね廃炉というのはあの福島第一原発の土地を更地にすることだって言ってたような気がしたんですよ。ところが今回の取材では更地ではなくてあくまでも40年後に終わるのはええー あそここののデブリの取り出しまででだとといいうことを言っているんですじゃあそれならそれでいいですけどよく考えてみると、えー、そのデブリってどこに置くんだっていう話なんですけどね前も言った通りこの原発の構内大きく2つに分かれてます事故を起こした1号機2号機3号機、えー、こっちがあるのが大熊町、えー、そして6号機5号機が双葉、まあ、こっち側が海なんですけどこの間言った通りここ、えー、大熊のこの辺りはですね基本的には汚染水のタンクが、えー、いっぱいあります。でおそらく 取り出したデブリ今回取材で東電が言ってたんですけどこの辺に置くんじゃないかという推測はあるそうです。ま、だ,ただ、えー、最,最終的なフィックスではありませんでねあの暫定的にここに置くとしてなんですけど結局暫定的にそこにデブリを貯蔵してなんですけど問題は。 ここです一番その下に書いてあるんですけど日本でではは核ののゴミのですね最終処理場まままだ決まっておりません、えー、これあのずっとろ6カ所だなんだかんだっていろんなところに置くとか置かないとかって話になってるんですけど最終的には核の、えー、ゴミの最終処理場はまだ日本は決まってないんですこれ面白いですよねだから変な話ですけどいっぱいこう生産はするけど最終的にどこに捨てるかはこの国は決まっていないという状態でそもそも核を動かしていたんです。そこで気になるのは 二つの器具がありますということはですね更地になるには核の最終処理場が決まってからということになります。これだからどっかの自治体がうちらで核のゴミを受け入れますっていう話をしない限り永遠に取り出したデブリはあの構内の中に置いたままです。だからあの 福島第一原発の構内の敷地が更地になるのはこれ党でも言ってましたいや100年後もしかしても200年後かもしれないそれまではあそこにずっとデブリが残ったままなんですえってことは更地になるまでもう僕らがいない僕らが死んでもまだまだあそこは更地にならないよっていう話なんですでここで一番僕が怖いのはここですそのまま福島第一原発構内が 核の最終処理場ゴミ捨て場になってしまう可能性があるんじゃないかということですつまりデブリがあそこに置いてあるわけですよでほか、えー、に取りどっかに場所が決まってなければ2020年にはこの間言った通いでりそうなるとこれ国民はもう福島が核,核のゴミの処理場でいいんじゃねっていうような 空気になってしまう可能性があるんですよで、そうなると今じゃ福島に帰ってる人たちっていうのはそんなつもりじゃないと思うんですよもしあそこにどうせデブリが置いてあるんだからもうこのまま福島に日本中の核のゴミ全部持ってって捨てようっていう話になるんだとしたらこれ福島に帰ってる人たちってそんな話聞いてねえよっていう話になってしまうと思うんですよでもこのまま行ったらもういいんじゃねっていう感情に 日本国民がなってしまう僕それがね一番怖いなと思ってるんですよどう思いますねまあでもその話を聞いてると確率は高いですよね高いですよまあでももうしょうもないんじゃない、うん、もうここまで来ちゃったらっていう、ね、ことでうん、うん、しかも百年二百年後の話になるわけですからそうなんですよ我々はもういないわけ、ね、いないんでまあだからもう完全に、えー、そう そういう方向に向かうでしょうね。うだって他にどこ持っていくの？いやだからまああの今もうすでに汚染されてるとこにもう置くしかないっていうなりますよね。のがもう仕方がない。ないっていう 状況にななるじゃないですか,、ね、えだか一応国としては適切な場所っていうのは2018年だか2017年かな日本の地図を出してこういうところは、えー、核のゴミ処理場に適していますみたいなマップは出してはいるんですけど、えーまあ、それとは別にもうこのまま福島がそういう場所になってしまうだからそこも含めてねやっぱり僕らが福島のことをもう少し、えー、長期にそして、えー、注視していかないと一方で福島に帰る っ帰ろう帰った方がいいっていうようなキャンペーンがありながらでもどっかで最終的にそう言ってる人たちが「いやでも福島でもいいんじゃない核のゴミ捨てるの」っていうふうなことにならないようにそういう分断が起きないように今から考えられるべきことをまあそれを言うとねじゃあお前が代案を出せって言うけど僕そんな代案が出せるほどいろんなことに詳しくないですでもこうやって YouTube を見てくれる人が増えてそのことに興味を持ってもらってこんな案があるんじゃね 最初にデイブさんも言ってましたけどこの事故を東電だけで考えるんじゃなくていろんなジャンルの人たちがまあ考えてそういう中であの一番ベストな選択肢を取っていくってことをしないとどうしてもこのままいくと福島にこういう負の選択肢を覆いかぶされる結果がもうせんある時からずるずるとやってきてしまうのが怖いなと。まああとね100年200年後になったら、うん、あれですよ。なんか科学も 前に進んでるわけですから、うん、まあなんかこう別な新しい方法もちろんでその放射能をね、うん、ブロックできるなんか 技術が生まれるる可能性に期待すすしかないよ、ね、ないいよよねね、うんでだからただ今の規定の技術で言えばそれがないのでもうそうなってくると期待するしかないっていことになってしまうんでただ今のね、えー、知識や今の英知の中でできることベストなものをやっぱ出しておくその議論はしといた方がいいと思うんですよ。まあ、ある時本当に魔法のようにバッと解決してくれる何かが出てくれたらそれはそれで最高だしそれを否定するつもりはないんですけど出ない可能性もあるじゃないですかその可能性も。 まあ、出なかったらもう今ジョーさんが言ったように、うん、そこはもうゴミ捨て場になるしかないね、うん、もう完全にね他に移動したらまた広がるだけの話だから、うん、もう最小限もそこで抑えるしかないなっていうことがもう,あのもうしょうがないんじゃないのっていう世論になっていくんじゃないかなというところも含めてやっぱりでもねあの東電の人たちってそういうことに関してねなかなかこうまだ考えが及んでないような気がしています。まあ、分かってても 答えられれないいっていうののももあるのかもしれません、ね、地元に住んでる方たちがいるからさ、うん、もう大問題になるでしょうね、うん、いう本当のこと言っっちゃったらさ、まあ、こうやってだから現地に行くと、まあ、問題点っていうことが本当にたくさんあってでも日本的にはまあ2020年のオリンピックはやっぱり復興五輪なんで「復興してますアンダーコントロールです」ということになるわけですよ。で福島の復興もかなってますみたいなことを言ってるわけですけどこのまま行くとこうやって五輪で東京だけが にぎわってもしかしたら福島はそういうような状態に何十年後かになってしまう可能性もまだあるということだけ、まあ今回、えー、YouTube チャンネルでぜひ皆さんに伝えておきたいなと思いました。はい今回はマイク落ちてますけど、はいはい <laughs> 大丈夫ですか？以上疲れてますか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ええ、前髪作ってください。はい次回は <laughs> はい以上です。